第三章「瞑想する現代生物学」「生命とは何か?」という謎に答える学問が生物学です。人間はもちろん生命体ですから「生命とは何か?」がはっきり解明されればその病的状態を研究する病理学も正しい答えを出せるはずです。ところが現代生物学では「生命とは何か?」という大問題に対しても。 物理学以上に混乱状態で明確な回答は出されていません。大体において生命現象が科学的に完全に解明できるかどうかという重要な点に関しても実はその見通しは暗く保証の限りではありません。生命現象の一部が物理科学的に解明できる側面もあるというだけで不確定要素が非常に多く。 生命現象を物理学的な数式や公式で表現することは不可能です。このため医学の中核の学問である病理学も顕微鏡標本としてスライドグラスに固定された病理組織標本の所見を分類するだけの標本の分類と整理の学問になってしまっています。病理学の進歩と称される業績の実態は 自動車のスタイルだけのモデルチェンジと何ら変わりなく分類の一部を流行に従って変えているだけです自動車が今でも相変わらずガソリンエンジンで動いているのと同じで病理学の基本概念は100年前と何ら変わりはありません病理学における病気の基本分類は相変わらず気軽物質代謝障害循環障害炎症腫瘍でこれは 長いい間変わっていません現代生物学の基本的な学説に細胞学説があります。シュライデンとシュバンが1838年頃に唱えた学説で、すべての生物は細胞から成り立っているという内容の学説ですが、それならば細胞だけが生命からだかという疑問は何ら解決されておりません。血液中の細胞以外の水分やタンパク質。 そして髪のの毛や爪はは生命体ででないのでしょうか。広く考えれば髪の毛や爪も生命体の一部であると言えそうですがなんとなくすっきりしない感じもします最近では外野理論といって宇宙や地球自体が生命体であると考える学説もあるいですがこうなるとこの世のすべての存在が生命体であるという途方もないことになってしまいます 細胞学説はその後ドイツの病理学者ウィルヒョウが「すべての細胞は細胞から」という有名な言葉を付け加えてから生物学の進歩を止める大きな足かせとなってしまいました「すべての細胞は細胞から」というと生物学の基本原理で何ら疑う余地はないように聞こえますが。 一番初めの細胞はどのようにして発生したのかという視点が無視されているナンセンスな学説です。一番初めの細胞はどうやってできたのかという生物学上の重要問題が原理的に全く回答不能なのです。ウィルヒョウの細胞学説は生命起源論から逃げ回るための方便の仮説にすぎません。もしウィルヒョ すべての細胞は細胞からというへ理屈が正しいとすると細胞は有給の昔からすなわち宇宙の成立以前から存在していることになり生命起源論は必要がないということになります。さすがにこれでは見苦しいと感じた生当生物学者たちは地球の歴史のある時点で奇跡に近い偶然が重なって。 生命体である細胞が誕生したというストーリーを作り上げました。ソ連の生物学者オパーリンの唱えたコアセルベート説がこれにあたります。コアセルベートとは、タンパク質などの高分子粒子が相互に結合して大きくなり、周囲の水から独立して薄い膜に囲まれた液しずコアセルベートを形成したもので、原始的な生命の元になる物質と考えられています。 しかし、実験的に、コアセルベートから細胞を作ることはできず、オパーリンのコアセルベート説は、単なる仮説の域を出ていません。最近、生命は、隕石により、他の天体から持ち込まれたとの説もありますが、実証不可能な説といえます。UFO に乗った宇宙人が、地球に細胞の種をまいたのだとか、 神様が細胞を創造したとかいう説もありますが科学以前の説で論外といえます結局のところ現在の生物学では生命現象の本質を解明するまでには至っておらずこの生物学をもとにした病理学も未完成でがんの本質の解明など闇の中であるというのが実態ですがん遺伝子の研究が進めばがんの本質が解明され 近い将来にがん治療に応用されると考える楽観論もありますが意地悪な見方をすればがんの原因は細胞のがん化であるという現時点の考え方が姿を変えてがんの原因は遺伝子が変異してがん遺伝子になったからであると変化するだけで本質的ながん治療には何の発展もないのではないかと思いますもう10年もするとがんの原因は 遺伝子を構成する分子や原子内子素粒子の異常であるとがんの原因論は変わるかもしれませんがその時も治療法には大した変わりはなさそうです根本的には現代生物学というあまりにも不完全な理論体系や方法論だけではがんという病気の本質を解明することは無理であると言えます